こんにちは。アマゾンサポーター、古秀夫です。今日はサポートを受けている会員さんに、オーストラリア市場がよくわかる、感想をいただいたんで、ちょっとご紹介したいと思います。オーストラリアは、非常に好景気でね、物が売りやすいという話をしてるんですけど、堀さんとおっしゃる通り、オーストラリア人の消費感覚はすごいですね。全く同じものを色違いで3つ一気に購入する経済感覚は私には理解できませんが、売り手としては大変ありがたい限りですという感想をいただきました。そうなんですよね。日本だと考えられないような無駄遣いの仕方、ね、買い物の仕方する人結構います。だからこそね、オーストラリア、アマゾンチャンスなわけなんですけど、一足先に始めた会員さんね、素晴らしい売り上げを上げてる方多いです。いずれにしてもね、続けていれば同じように目標金額まで稼ぐようにサポートをさせていただいております。まずは、ね、本日までそのサポート、どんなサポートをしているのか、あなたならどれぐらい稼げそうなのか、私があなたのサポ、あなたをサポートする、ね、ことを引き受けることができるのか、そういったのをね、無料のスカイプ相談、あるいは電話相談でお話ししています。まずはこちらにメールアドレスを入力して、無料相談に申し込むをクリックしてください。YouTube 動画で見てる方はね、動画のこの欄にはメールアドレス入力できませんので、動画の説明欄にある URL をクリックして、こちらのページからお申し込みください。サポート実績もね、詳しい動画7つほど載せてますので、ご覧になってみてください。日本に住んでるなら、オーストラリア、アマゾン輸出で稼がないともったいないです。申し込みを申してます。